こういう送別の儀式こそ我々スネー時代の執行官にふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会もなく。前に俺がスネージュナヤで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってた。きっとスメールでの習慣があの方を変えたんだろう。里に駐在するっていうのはこういうことさ。スネージュナヤに戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれんな。え、長官、何かの間違いでは？いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ。姿も口調も少しだ。あと理由はわからないが、なんだか顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう。ホームで外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃないですか。博士はあっちの船にいる。嘘はついてなかったらしいな。確かにスメールを離れるみたいだ。